ブルージュンの裏です。本日もウェブさんにアップされる商品をご紹介いたします。サイズ金額上代のお問い合わせの方は掲載後ブルブルジンウェブさんの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が11月の6日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがタグですね。ギャップのこちらのタグでサイズ表記が L 表記、 100% コットンのポケティですね。はい。でちょっとねフェード感とかもあったりするんですけど、ダメージというダメージは比較的少ないコンディションかなと思います。サイズも L 表記ですね。ギャップのポケティかなり形も良くて着やすいと思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらのチャンピオンティーですね。80年代サイズが L 表記になっています。5050ボディの、ヘンリーネックのベースボールティーですね。そしてプリントがこちらに入っております。はい、まあ、ユーズのコンディションではありますけれども、こちらも比較的ダメージは少ないのかなと思います。サイズが L 表記というところですが、5050ボディ、ちょっと僕だとね、身幅タイトに感じるようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段6800円消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがラッセル、こちらのタグでサイズが L 表記になっています。5050のネイビーボディですね。にこちら、ラバープリントが2段で入っております。カリフォルニアサンテクです。プリントめっちゃいいですね。はい、ボディのコンディションもかなりいいと思います。サイズの L 表記というところで5050の L 表記ですが、僕でもちょうどいいバランスのサイズ感になるのかなと思います。こちらでお値段6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がこちらのタグがついていて、サイズが L 表記です。こちらも5050ボディですね。アシッドグレーのボディに USAF と入っております。リフレクターのプリントですね。はい、こちらに関してもコンディションはね特に困るところはなくて、後ろが3段になっている。リバースイーブだとめちゃくちゃいいプリントですね。サイズがこちらで L 表記というところですが、こちらも僕はちょうどよく着れるようなバランスだと思います。お値段なんですけれど6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がこちらになっていまして、サイズが XL 表記になっております。5050ボディのハーレー T ですね。はい、グラフィックがかなりいいと思います。そしてバックの方にもこちらにプリントが入っております。はい、サイズ表記 XL 表記というところで、5050ボディの XL 表記ですね。僕が、ちょうどいいバランスかなと思います。こちらでお値段の方が19800円に消費税になります。続いてこちらですね。ハーレーティーが続きます。こちらのタグでサイズ表記の方がこの一番下に XL 表記と記載が見受けられます。ちょっと首元のリブがね、こういった感じでダメージ感が来ているようなコンディションではありますが、ポケ付きのロンティーです。はい。結構珍しいアイテムかなと思います。バックの方にもこちらですね。ちょっとワンポイントで入っているのも珍しいですね。はい。サイズ表記 XL 表記というふうにお伝えしましたが、ロンティーだと嬉しいサイズ感ですね。はい、結構ゆったりするような大きなサイズ感です。袖プリに、はい、ファイアパターンが入っています。こちらでお値段なんですけれど12800円に消費税になります。続いてこちらもハーレーティーです。タグはこちらでサイズが L 表記、 XL 表記です。すいません。 100% コットンの白ボディですね。でこちら胸の中央の方にこちらのファイアパターンが入っていて、バックの方にもこちら入っております。袖プリもこちらも入っておりますね。はい、で XL 表記っていうところでこちらも、はい、需要のあるサイズなのかなと思います。こちらでお値段が19800円に消費税になります。続いてこちらもハーレーティーですね。タグはこちらの方でサイズが L 表記になっております。 100% コットンの黒ボディです。そしてポケ付きポケットにプリントが入っていて、袖にもファイアパターン、そしてバックの方にこちらのプリントが入っております。コンディションめちゃめちゃいいですね。サイズも XL 表、あ、すみません、 L 表記です。こちらはけど実寸 XL ぐらいあるような結構大きめのサイズ感だと思います。こちらでお値段の方なんですけれど25800円に消費税があります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がヘインズビーフィーのタグでサイズが XL 表記、 100% コットンの白ボディです。でこちらのプリントが入っていて、まあ、ムービーティーですね。バックの方にこちらに入っております。はい、ロビンフットの1枚になります。肩の方にも、ね、プリントが入っているところになっております。サイズ XL 表記ですね。コンディションも良くて XL 表記かなりゆったりするような大きめのサイズ感です。こちらでお値段なんですけれど12800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグはこちらリキッドブルー、こちらのタグでサイズは XL 表記です。 100% コットンの白ボディにこちら総柄というオールオーバーのプリントが入っております。かなりインパクトのある1枚かなと思います。93人のコピーライトも入っております。サイズ XL 表記で僕が着用してかなりダボっとなる大きめのサイズ感です。こちらでお値段15800円に消費税になります。続いてこちらビートルズですね。タグはこちらヘインズのタグ
でサイズが L 表記になっております。 100% コットンの白ボディですね。こちらもオールオーバーでプリント入っている1枚となっております。かなりヒッピー調のね感じになっていて、ちょっとまあ薄地味が残ってたりするようなコンディションではありますが、ダメージとダメージは特に見受けられないかなと思います。サイズ L 表記っていうところですが、僕が着用すると割とねちょっと気持ちタイトめかなと思います。こちらでお値段の12,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方ですね、こちらヘインズのタグがついていて、サイズは XL 表記、 100% コットンの黒ボディにスリップノットですね、はい、そしてバックの方にもですね、こちらあバックはプリントなしです、すいません、はい、ちょっと黒ボディに焼け感があるかなっていうぐらいのコンディションです、はい、サイズこちらで、XL 表記っていうところになるんですが、僕が着用してもゆったりするような大きめのサイズ感となっております。こちらでお値段の方が 19,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方ですね。こちらヘインズのビーフィーで、サイズが XL 表記、 100% コットンの黒ボディです。にこちらなんですけども、プリンスですね。はい。バックの方にもこちらが入っていて、肩の方にもプリントはこちら入っております。はい。で、コンディションもかなり良くて、サイズの XL 表記、かなり需要の高いところかなと思います。こちらでお値段の方が39,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグの方なんですけれども、こちらのタグになってサイズが L 表記になっております。 100% コットンの黒ボディにカートコバーの、ね、はい、若い頃のフォトが入っていて、コピーライトの方もですね、こちら2006年のものが入っております、はい、そしてバックには何も入らない1枚ですね、はい、こちらでサイズが L 表記、僕が気持ちゆとり持って着れるぐらいのサイズ感なのかなと思います、はい、こちらでお値段なんですけれど 29,800円に消費税になります。続いてこちらニルバスペシャルティーですね、はい、こちらのアンビルのタグがついていて、サイズが XL 表記になっております。 100% コットンの黒ボディです。こちらシーフォースのね、はい、タツノオトシゴの有名なプリントが入っております。そして、まあ、バックにもプリント入ってるんですけど、これコンディションめちゃくちゃいいです。水通ったかどうかぐらいのコンディションだと思います。サイズも XL 表記で全然縮んでもいない状態なので、かなりゆったりする大きめのサイズ感となっております。こちらお値段なんですけど、128,000円に消費税になります。続いてこちらの T シャツ、これもいいですね。タグの方、こちらちょっとインジの方は見えなくなっている状態になっておりますが、 100% コットンの黒ボディですね、にこちらアリチェン、アリスインチェーンズプリントが入っております。こちらですね、コピーライトの方、こちらで98年かなのプリントが入っております。はい、そしてバックにもこちら入っていて、コンディションとしてもね、全然ダメージというダメージも少なくて、黒ボディ若干のフェードしてる雰囲気、めちゃめちゃいいと思います。で、サイズ表記ちょっと確認は取れなかったんですけれども、こちらで、XL 表記があるんじゃないかなと思います。結構着丈も長くて、はい、サイズ感しっかり残っております。こちらもお値段128,000円に消費税になります。続いてシャツ類に入っていきます。まずこちらラルフローレンのこちらのタグがついていて、サイズがこちら15ハーフの表記になっております。白ボディのボタンダウンですね。そして左胸にポニーマークが入っております。まあ、持っててかなり使える一着ですね、白シャツ。サイズが15ハーフというところですけれど、僕が着用してもね、全然ゆとり持って着れる、はい、いいサイズ感だと思います。こちらでお値段6,800円に消費税になります。続いてこちらウールシャツですね。タグの方はこちらマクレガーのタグで、サイズが ML の表記になっております。はい、そしてちょっとねボーダーが部分的に入っていて、こちらの、はい、コンディションとしてちょっと薄地味があるようなコンディションではありますけれども、ダメージというダメージはね本当少なくて、そして縮みも全然出ていないようなサイズ感、そこがいいですね。僕が着用しても全然ゆとり持って着れるサイズ感です。こちらでお値段なんですけれど、29,800円に消費税になります。続いてセーター類ですね。まずこちらタグの方がこちらになっておりまして、サイズ XL 表記になっております。でこちらアクリルのセーターですねの、水色とネイビーのボーダーの一着となっております。はい、でサイズ XL 表記というところではあるんですけれども、ちょっと縮みが、ね、出ているのかなと思うんですが、僕が着用するとちょっと着丈はね短く感じるのかなと思います。こちらでお値段の7,800円に消費税になります。続いてこちら、女性の方におすすめの1着ですね。ブルックスブラザーズ、こちらのタグでサイズが S 表記になっております。シルクコットンの、はい、セーターですね。カーディガンになります。そして合わせもレディース合わせになっておりますね、はい。ネイビーボディのカラーリングとなっております。こちらでお値段なんですけれども、7,800円に消費税になります。続いてこちらの
レタードカーディガンですね、タグの方ですね、ちょっとこちらこの状態になっておりますが、サイズ表記の方がこちらでちょっと断定はできないですけど40の表記だと思います。でネイビーボディですね、こちらになっていて、まあ、いわゆるユーズのコンディションです。ちょっとしたね薄い汚れだったりとか軽いフェード傷だったりとか見受けられますけれども、まだまだ着用自体は可能な状態かなと思います。サイズが40だと思うというふうにお伝えはしたんですけれども、僕が着用すると結構ジャストめなサイズ感になるのかなと思います。こちらでお値段なんですけれども19,800円に消費税があります。続いてこちらモヘアのカーディガン、いいですね。タグの方はキャンパスのタグがついております。サイズが L 表記ですね、はい。そしてこういった切り替えが入っていて、ボタンの仕様もいいものが使われていると思います、はい。毛足もね結構長めの一着ですね、はい。でサイズがこちらで L 表記というところではありますが、僕が着用すると、着丈が長すぎなくて形いいバランスかなと思います。こちらでお値段なんですけれども 49,800 円に消費税になります。スウェット類に入ります。まずこちらなんですけども、タグの方ですね、ラッセルのこちらのタグになっております。サイズが L 表記ですね。そしてグリーンボディで前部位のこちら裾口にタグもついております。ちょっとしたね薄汚れがあるようなコンディションではありますけれども、ボディのフェードもあるのでかなり雰囲気はいいところなのかなと思います。サイズも L 表記ですね。僕が着用しても全然ゆったりと着れるサイズかなと思います。こちらでお値段なんですけれども 7,800 円に消費税になります。続いてもラッセルのスウェットですね。タグはこちらで、こちらも L 表記になっております、はい。そして、こちら前部位に裾口にこちらのタグもついております。ちょっとペンキの飛びでしょうか、ちょっとね一点ポツッとあるようなコンディションではあります、はい。こちらも L 表記というところで、僕が着用してもゆったり着れるようなサイズ感となっております。こちらでお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いてこちらミッキーですね。タグはこちらのタグになって、サイズが XL 表記になっております。白ボディにこちらのミッキーの染み込みですねのプリントが入っていて、袖が赤の切り出しが入っております、はい。コンディション結構いい状態だと思います、はい。サイズも XL 表記なんですけれど、で、ね、僕が着用してゆったりとオーバーサイズで着れるようなサイズ感だと思います。こちらでお値段なんですけれど 7,800 円に消費税になります。続いてスウェットパーカーですね。こちらでタグの方はちょっとこちら欠損しているんですけれども、70年代頃でしょうかのネイビーのスウェットパーカー、はい。そして、軽くフェードしている雰囲気もねかなりお好きな方が多い印象かなと思います。そしてタグは欠損していたんですけれども、こちらで全然ね実寸で L ぐらいはあるようなサイズ感だと思います。僕でも全然着用に困らないです。こちらでお値段 19,800 円に消費税になります。続いてリバースウェーブに入っていきます。まず目付きのこちらですね、タグはこちらの方、サイズが XL 表記になっております。青ボディの目付きの1枚ですね、はい。そして、コンディションとしましても特にダメージというダメージは見受けられなくて、軽くフェードしているぐらいのいい雰囲気かなと思います。サイズも XL 表記ですね。僕が着用してかなりダボッとするような雰囲気のシルエットです。 15,800 円に消費税になります。続いても目付きの1枚ですね。こちらで90年代、サイズがダブル XL になっております。グリーンボディに目付きの1着なんですけれど、ちょっとね、この辺のポツポツっとしたちょっと傷があるぐらいのコンディションですかね。はい、あとはまあ軽いフェードがかかってるかなっていうぐらいです。はい、サイズダブル XL なので、僕だと着丈長くなるような大きめのサイズ感となっております。こちらで 12,800 円に消費税になります。続いて、リーフですね。タグの方、こちら単色タグのミディアム表記になっております、はい。グレーボディで首元リブがね、ちょっとポツポツとダメージ感が来てますが、青染み込みの4段プリント。めちゃめちゃ雰囲気になってます。ちょっと薄染みとかもね、あったりするようなコンディションだったり、あと袖の入り口ですか。こういったところもね、少しダメージ感が来てるようなものにはなりますが、トータルで見てね、結構雰囲気のいい一着だと思います。サイズミディアム表記なので、僕が着用するとね、結構ビタッとなるようなサイズ感ではあります。こちらでお値段 79,800 円に消費税になります。続いてこちらもいいリバースですね。タグがこちら叩きタグ、サイズがミディアム表記です。60年代のものですね、はい。そしてグレーボディにこちらの染み込み3段エンジ染み込みでしょうか、はい、になっております。ちょっとコンディションとしてこの袖の部分がねちょっとポツポツとダメージが来てるようなものにはなります、はい。片側だけですね。でカフスの入り口というところは特に問題はなさそうです、はい。そしてバックの方もこういった形になっております。サイズミディアム表記ではありますけれど、こちらの方はちょっとまだねサイズ感残っているような印象です、はい。
着れる方おすすめですよ。こちらで12万8000円に消費税になります。続いて、リバースのパーカーですね。90年代の L 表記になっております。グレーボディで、フードの入り口がもうこういった感じで、ね、擦れてるようなコンディションにはなりますが、目つきの一着で、はい、あとは袖の入り口の方もですね、気持ちダメージ感が来てるかなっていうぐらいのコンディションです。はい、この辺もそうです、結構ガッツリいってますね。はい、でバックの方もこういった形になっております。サイズ L 表記ですね。僕が着用してちょうどいいバランスになるのかなと思います。こちらでお値段なんですけれども、12,800円に消費税があります。それでベストを一着ご紹介いたします。タグの方はこちら、黒タグのエディバウアーですね。サイズ表記の方はちょっとね、見受けられないんですけれども、ミディアムぐらいの表記でしょうか。で、ベージュとオレンジの切り替えになっております。はい。サイズこちらでミディアムぐらいだとお伝えはしたんですけれど、僕がロンティーとか、今着てるようなロンティーとか1枚で、ジャストサイズかなと思います。こちらでお値段の7800円に消費税があります。続いて、フリース類ですね。パタゴニアこちらからいきます。タグの方がこちらになっていて、サイズが XL 表記になっております。ハーフジップの仕様ですね。そしてピスがこちらに入っていて、肩の方にもこちらの方が入っております。はい、でコンディションがねかなりいい状態です。はい、サイズも XL 表記というところではありますが、大きすぎなくて着やすいバランスのサイズ感かなと思います。はい、こちらでお値段9,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。タグの方スイングスター、こちらのタグです。サイズが L 表記になっております。はい、そして黒ボディにホワイトソックスのこちらのロゴが入っております。はい、リブにラインが入っているぐらいで、ボディに切り替えというのは特にありません。サイズこちらで L 表記になるんですが、僕が着用しても全然ゆったりと大きく切れるサイズ感が残っていると思います。こちらでお値段の15,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。タグの方がこちらマクレガーのタグがついております。はい、でサイズ表記この右下なんですけど、42の表記になっております。そしてジッパーがこちらのデカタロンが使われております。はい、ちょっとボディの方にね少しサビ汚れになるんでしょうか。ちょっとね薄い汚れがちらほら見受けられるようなコンディションではありますが、はい、リブとかも全然弱ってるイメージはなくて、はい、まだまだ着れるような状態だと思います。サイズが42表記ですね。僕が着用して胸、ね、ゆったりと着れるようなサイズがいいと思います。こちらでお値段なんですけれども、19,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。カーハートタグがこちらの方になっております。サイズが L 表記ですね。はい、そしてフルジップの仕様でこちらの方にもタグがついております。はい、ダックのねこのやれてる雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。このちょっとしたダメージ感がねちらほら見受けられたりするんですけれども、逆にねこうピンピンだとちょっと硬くて着づらいというのもあると思うので、これぐらいの感じちょうどいいのかなと思います。サイズがこちらで L 表記というところですが、僕が着用しても全然ゆったりと大きく着るサイズがいいですね。こちらでお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスのボアジャケですね。はい、タグの方がこちらになっていて、サイズが L 表記になっております。はい、そしてコーデュロイのボアジャケになります。こちら白タグはスモールについておりますね。はい、でこちらちょっとコンディションですね、袖の入り口が少し擦れてるようなコンディションではありますけれど、ボディ自体も結構コンディションいい方だと思います。サイズこちらで L 表記になるんですけれど、僕が着用して気持ちゆったりと着れるぐらいのサイズ感かなと思います。お値段なんですけども、17,800円に消費税があります。続いてミリタリーアイテムに入っていきます。まずこちらファティーグジャケット、タグの方がこちらでサイズがスモールレギュラーの表記になっております。リップストップの入るフォースタイプの一着ですね。でワッペンが取られた跡だったりとか、ここの肩にちょっとステッチが残っているような一着となっております。ダメージ感がかなり少ないよ、コンディションいい一着だと思います。サイズスモールレギュラーの表記なので、僕だと結構結構ジャスト目になりそうな、はい、袖とか袖丈とかもね結構ジャスト目になるのかなと思います。こちらでお値段15,800円に消費税になります。続いてこちら G8 ですね。タグの方がこちらになっておりまして、サイズが46のロング、はい、G8 の形でロング丈のかなり嬉しいポイントだと思います。そしてブラックというところもねもう間違いないところだと思います。サイズ46のロングですね。僕がめちゃめちゃいいバランスで着れるようなサイズ感だと思います。この辺はかなり売れ線だと思いますね。
こちらでお値段29,800円に消費税になります。続いてこちら G1-7823D ですね。タグがこちらになっていて、サイズが44表記になっております。そして、ちょっとね、リブの方が気持ちダメージ感が出てるようなコンディションではありますが、腰リブとかは、ね、全然まだ綺麗な状態だと思います。ボディのレザー自体もね、特にこう使用感少ない方だと思いますし、全然長く着れる一着だと思います。サイズ44の表記ですので、僕が着用してもゆとり持って着れるぐらいのサイズがあると思います。こちらでお値段なんですけども、29,800円に消費税になります。続いて、トラックジャケットですね。リーバイス。こちらのタグ、パッチになっております。サイズ XL 表記ですね。ロットが70507になっていて、赤タグもついております。そして、大ボケの仕様ですね。はい。ブラックデニムの色残りをめちゃめちゃ残ってる方だと思います。はい。サイズも XL 表記というところなんですが、かなりダボツ。めちゃくちゃでかいシルエットです。はい。こちらでお値段なんですけれども、35,800円に消費税になります。続いてこちら、ファースト、対戦ファーストのものですね。こちらになっていて、サイズが XL 表記、ロットが70501ですね。そして赤タグもついておりまして、はい、ちょっと内タグの方にね、こちら、記載があったんですけれども、こちらですね、チュニジア製の一着となっております。はい。まあ、ただオリジナルで対戦ファーストっていうのも、ね、本当にまあ金額っていうところもそうですし、このサイズっていうところですね、 XL 表記なんですが、オリジナルじゃこの着丈は絶対ないと思います。めちゃめちゃでかいです。こちらでお値段なんですけども、39,800円に消費税になります。続いてこちら70505ですね。パッチの方がこちらになっていて、サイズ38表記になっております。そして赤タグはびっくりですね。で、こちらの袖の色落ちがね、めちゃめちゃいい雰囲気に仕上がってる一着となっております。はい。で、裏の方はこういった形になってるんですけども、特にね、ひどいダメージ感とかはなさそうです。ちょっと腰のね、このアジャスターのところのボタンがちょっと欠損してるかなっていうぐらいの一着です。サイズ38表記というところにはなるんですけど、ちょっと僕だとね、T シャツ1枚でも結構ビタビタのサイズ感にはなりそうです。こちらでお値段の49,800円に消費税になります。続いてこちら、リーバイスのサードのブランケット付き559ですね。パッチ、ちょっといいところ残ってますね。ロットがあってサイズ44表記になっております。そして赤タブもしっかりこちら確認が取れます。はい、まあ、ちょっとね、色落ちだったりとか、こう、リペアの感じとかもあって、雰囲気がかなりよく仕上がってる感じかなと思います。はい、ちょっとね、ダメージ感とか、あとは、ね、この襟元のリペアとかも多少は見受けられます。はい、バックの方もこういった形です。サイズ44表記になるので、僕だとね、この表記あれば全然ゆとり持って着れるぐらい、ブランケットついていることを考えてもゆとり持って着れるサイズ感です。こちらでお値段の方が98,000円に消費税になります。続いてパンツ類に入っていきます。まずこちらスウェットパンツです。チャンピオンのこちらのタグがついて、サイズが XL 表記ですね。はい。そしてスクリプトロゴがこちら刺繍で入っていて、ポケ付きの仕様となっております。ネイビーボディですね。特にひどいフェード感とかもなくて、コンディションは結構いい方だと思います。サイズ XL 表記になるので、僕が着用するのに全然ゆとり持って履けるぐらいのサイズ感になっています。こちらでお値段7,800円に消費税になります。続いてこちら、リアルペインター、リッキーズですね。はい、タグの方がこちら内側の方についてまして、サイズが3232表記になっております。白の、白ボディにこちら、リアルにペイントがね、飛んでるような一着です。バックの方にこちら、リッキーズのこちらタグもついております。はい、実寸サイズもこちら変わらず、ウエスト32、レングス32のサイズ感となっております。こちらでお値段の9,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイポリですね。はい、ジップの方なんですけども、こちらロケット太郎ついております。そして裏面ですね、こちらなんですけれども、黒タグのスモールついていて、ブラウンの色のぼりもすごくいいと思います。はい、実寸サイズ、こちらでウエストの方が36インチ、レングスが30インチ、3630、サイズバランスめちゃめちゃいいと思います。こちらお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらコーデュロイですね。リーバイスの519コーデュロイになります。ジップがこちら42タも使われておりまして、裏面ですね。こちらなんですけども、白タグはスモールイです、はい。ちょっとね、フェード感だったりとか薄汚れちらほらあったりしますけども、全然ね、目立たない程度かなと思います。はい、
実寸サイズ、こちらでウエストが31インチ、レングスが33インチです。3133。足を長いやつにぜひおすすめの1着です。こちらで7800円に消費税になります。続いてこちら。こちらもコードレパンツなんですけど、517です。はい。ジップのこちら42のリーバイのジップが使われております。そしてパッチですね。こちら、アメリカ製の表記もあって、手書きで323インチと表記がありますが、内側のカビタグの方も323インチ表記でした。そして、白タグ、こちらスモールで入っていて、ブラックですね。はい。黒コース。そして、レングスもオリジナルです。めちゃめちゃいいと思います。実寸サイズはこちらで、ウエストが32インチ、レングスが30インチ。レングスのみ1インチ縮んでますが、めちゃめちゃいいサイズ感だと思います。こちらでお値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらですね、リーバイスのパンツなんですけども、タグが、こちらのロングホーンのタグがついております。はい。いいタグついてますね。で、素材なんですけども、こちらギャバジンの素材で間違いないのかなと思います。はい。そしてこちらのジップですね、タロンの古いジップがついております。まあ、ちょっとね、まあ、ユーズのコンディションなので、ちょっと薄地味だったりとか、着心地の若干の擦れ感とか、ちょっとしたピンホールだったりとかあるんですけれども、あとボタンの欠損ぐらいでしょうか。はい。まあ、年代が古くて、こういったアイテムなかなか少ないと思います。実寸サイズ、ウエスト33インチ、レングスが32インチになっております。はい。こちらでお値段が29,800円に消費税になります。続いてデニムパンツになります。まずブラックデニム、ノーマレッジブラックですね。はい。後染めブラックの1本となっております。パッチの方ですね、こちらになっていて、ウエスト38インチ、レングス32インチの表記、そして赤タグがレジスターのみになっております。色落ちこそしてますけど、いい色にね、こうなりかけている段階の1本です。実寸サイズがこちらで、ウエスト38インチのレングスが31インチ、38、31ですね。こちらでお値段17,800円に消費税になります。続いてこちら、アメリカ製の505ですね。ジッパーの方がこちら、リーバイジップになっておりまして、パッチの方ですね、ウエスト35インチ、レングス32インチの表記で、オレンジタブがついております。はい、こちらも色落ちこそはしておりますけれども、履きやすい色味の一本かなと思います。実寸サイズ、こちらでウエスト35インチ、レングス32インチで表記通りのサイズ感となっております。こちらで15,800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501ですね。はい。裏面でこちらサイズが34、ウエスト34、レングス32の表記です。そして赤タグもついております。はい。そしてね、色落ちしていて、はい、さーっと落ちてるような、均一に落ちてるような色味ですね。実寸サイズ、こちらウエスト32インチ、レングスが29インチになっています。おそらくこれ、早い段階で裾上げがされている一本かなと思います。はい。こちらでお値段15,800円に消費税になります。続いてもアメリカ製の501です。はい。パッチ表記でウエスト34、レングス32の表記、そして赤タグもついております。はい。こちらもですね、コンディションはかなりいい一本ですね。実寸サイズ、パッチ表記通りでウエスト34インチ、レングス32インチの実寸サイズとなっております。こちらで15,800円に消費税になります。続いてもアメリカ製の501ですね。はい。パッチ表記がウエスト36インチ、レングス32インチの表記です。こちらも赤タグはしっかりついております。はい、そして、いい感じにね、こう膝のあたりとかも出だしているような雰囲気です。実寸サイズがこちらでウエスト36、レングスが32インチ、パッチ表記通りのサイズ感となっております。こちらで15,800円に消費税になります。続いて、こちら501の、はい、こちら501なんですけども、パッチの方はこちら欠損しております。かけらのみですね。そして赤タブの方がこちらですね。ちょっと確認がしづらいですけども、スモールイで66前期の年代となっております。ちょっとね、リペアが正直多い印象ではありますが、はい、表の方もポケット周りだったりとか、はい、あとはもうこの股下付近もそうですし、太ももから膝にかけてっていうところも結構ね、広い範囲でリペアがされている雰囲気のいい一本だと思います。こちらで実寸サイズがウエスト32インチ、レングスが33インチです。3233。この雰囲気なかなかね、探して出てきたところではないかなと思います。35,800円に消費税になります。続いて、こちらも66前期になりますね。501ですね。はい。そして、裏面。こちらのパッチの方が欠損していまして、赤タブがこちらスモールにしっかりかけています。
こちらに関してもちょっとところどころね、細かいリペアが入っている雰囲気ではあります。はい、太もも部分もそうですね。はい、でこちらで実寸サイズ、ウエストの方が31インチ、レングスが28インチです。3128、サイズバランスがかなりいいと思います。こちらでお値段が79,800円に消費税になります。続いてこちら501のビッグイになりますね。501になっているんですけれど、裏面ですね。こちらパッチの方ちょっと読み取りは難しい状態です。はい。そして赤タブですね。こちらビッグイの確認がしっかり取れます。でこちらに関してそうですね、リペアだったりちょっとダメージ感が少し残っているような一本となっております。はい。また下の方もちょっと細かいリペアが入っておりまして、太ももから膝付近ですね。このあたりが結構大きなダメージは入っております。はい、そして裾上げがされている雰囲気の一本ですね。はい。ちょっと裾が擦れてるっていう印象です。はい。実寸サイズ、こちらでウエストの方が29インチ、レングスが30インチ、ニック30。履ける男性の方はもちろんおすすめですし、女性にもおすすめのバランスかなと思います。こちらで 49,800円に消費税になります。続いて、濃いですね。こちらも501になります。はい。そして、こちらですね。パッチ表記。ウエスト32インチのレングスが36インチ。そして、こちら赤タブがびっくりです。501びっくりですね。色味の残っている、はい。いい一本です。こちらで、また下の方ですね。特に問題はなさそうです。で太ももから膝にかけてもね、特に問題、ダメージとかリペアっていうのは入っていなさそうです。で、レングスの方もこちらオリジナルの一本です。はい。実寸サイズ、こちらでウエストの方が、こちらで30インチ、レングスが33インチです。3033。身長の高い方だったり、足の長い方、めちゃめちゃおすすめの状態、色味だと思います。こちらで25万8000円に消費税になります。それでビーントートの紹介になります。こちらタグの方ですね。こちらのギザギザ、こちらのタグがついております。で、中身がね、ちょっと汚れが正直あるんですけれども、まあその辺が気にならないって方には、すごくおすすめの一点だと思います。外見の方もちょっとね、こういった感じでやれてる状態ではありますが、この雰囲気、まあ逆にね、気に入ってもらえる方、ぜひおすすめの一点です。僕が持ってこれぐらいのサイズ感になります。こちらでお値段15,800円に消費税になります。ベルベージンで、買取委託販売の方を行っております、直接お店の方にお持ちいただいても構いませんし郵送で送りいただいても構いません、何かご不明な点あれば、インスタグラムのダイレクトメッセージか店頭へのお電話いただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。